デスペラードは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2013年2014年のステイアーズ・ステークス、2014年の京都記念、2009年のセレクトセールで市川吉美2250万円で落札された。場名は映画から付けられた。2011年1月の3歳新馬でデビューし14着。3戦目の3歳未勝利で初勝利を挙げた。 続く500万条件にも勝利し、重賞初挑戦となった毎日杯では14着。その後は、ダート路線で走り、2012年の東海ステークスで4着に入っている。2012年11月、ダートでの成績が頭打ちとなっていることや、ミルコデムーロや竹豊の進言もあり毎日杯、以来の芝コースとなる、八坂ステークスに出走。 上がり3波論32秒8の末、足を繰り出して優勝し、以後は芝の中長距離路線へ転向。2013年のステイヤーズステークスで、重賞初勝利を挙げると、2014年の京都記念ではこれまでの後方で控える競馬から、一転して逃げ切り、重賞2勝目を挙げている。その後は、惨敗が続いていたが、12月のステイヤーズステークスを連覇した。レース後、 右前浅くっけを発症していたことが判明し、現役を引退した。引退後は、アロースタッドで、種ボバとなる。2017年をもって種ボバ引退、翌2018年より、引退名馬つなぎ養天事事業の女性対象場となった。2019年現在は、茨城県笠間市の東京大学大学院、農学生命科学研究科付属牧場に、つなぎをされている。 ありがとうございます。